どうも、ラオチンです。本日もドラゴンボールカカロットスイッチ版やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。スイッチ版では、ベジット、そしてゴテンクスが使えるようになってます。しかし、ストーリーモードで、ベジットに変身できる場所がないんだよね。で、一箇所だけ見つけて、とりあえずそこ、どんな感じになるか、見てみましょう。なんだ、あれは。さあ行け、セルジュニアたちよ。孫悟空たちを痛めつけてやれ。気をつけろ。恐ろしく強えぞ、こいつら。セルジュニアのとこだね。ここが唯一、悟空とベジータが共闘する場所なんだよね。さあ、それでは早速行ってみましょう。ふざけやがって。それでは行ってみましょう。このままじゃ変身、みんなやられる。さあ、どうやって料理してやろうか。レベルは48、こっちはレベル300打たれ。ちょっと待て、ちょっと待って、トランクスがちょっと訳わからんことしやがってる。待ちなさいよ。あー、ダメダメ、ワンパンで倒せる。あー、やめろトランクス、やめろ。お前、みんなやられる。これじゃちっとも面白くないぜ。もっと本気を出させてほしいもんだな。